皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しくやっていくール。はい、そんなわけでですね、今日は注目の世界難しいから遊んでいきたいと思います。黒い玉が迫ってくる、うわーというコースを遊んでみましょう。ナッチさんという方のコースですね。クリア率が 12.98%。 クリアしてみよし、挑戦されてますね。クリアしてやるよ、俺やってやんよ。どんなコースなのか。なんだ、簡単そうじゃないですか。いけるいけるいける、楽勝でしょ。はい、おお、私が間違っておりました。あ、でもいけた。なんだったんだあの孔明さんにだけ気をつければ全然余裕でしたね。はい、そんなわけで今日最初のコース、まず一つクリアいたしました。黒い玉が迫ってくる、うわー。1秒065ベストタイムと同率でございます。次行こう。次はこちらのコース遊んでいきましょう。脱獄不可能の刑務所から脱出しろ、神様。あれ、うちのトラウマ界の神様ではないですね。クリア率 3.6%、 ベストタイムがメガーさんですね。遊んでいこう。26秒でクリアしてるんだ。じゃあ短いコースではあるのかな。では神様のコースやらせていただきましょう。ここに土管があったりしない？あー、ないね。はい、あーお、何だったのさ。何をさせたかったんだ。このピースイッチは踏んじゃいけないやつ。右行ってみよう一回。あ、扉もあったんだ。土管入っちゃったけどこっちでいいのかな。だいたいこういうパターンだと赤砲台じゃない、赤砲弾を進んでいくんだけど、進まなくても来れちゃったね。いいのかな、来てるよ、どんどん進んでるよ。バッチリやっていくる、どんどん進んでいくる。ワンワンさんこんにちは。なるほどね、上この辺いいのかな。ゴール、ふっふっふふ。アルカトラズからも脱獄した私にかかれば余裕さ。今回はルートがちょっと分かりにくいコースでしたけど、脱獄不可能の刑務所から脱出しろ、神様のコースでした。ありがとうございました。新司会の神様のコースも今度やろうっと。はい、それでは次はこちらのコースを遊んでみたいと思います。4体のドッスンによるとてもとても大きな壁。サムネに4体ドッスンが重なってるのが見えましたが、あれを超えていくステージでしょう。まあ重量級をクリアしている私にとっては楽勝楽勝。フラグは回収しないよ、私らしさを生かしていくよ。この辺、まあ来た、一発クリア。まあね、シャバさんの超重量級をクリアしている私にとってはドスプーンはもう友達みたいなものですからね。爆笑だったよ、やかましい。このディスクの音楽ちょっと苦手です。4体のドスによるとてもとても大きな壁クリアしました。はい、お次はこちらのコースト遊んでいきましょう。黒光さん100秒タイムアタック。クリア率が 3.6% ということなので、だいぶ難しいコースになっているようです。今回はトラウマ界の方のメンバーから選んでみました。こっちじゃないのかーい。いきなりやらかしやがったな、黒道。じゃあこっち下。なるほどね。一旦右側に軽く飛び出してから土管に入ると、いや、黒道さんのコースはこういういやらしいコースは割と少ないはずなんですけどね。まあ、昔のコースだからかな。はい、お邪魔します。からの、ここはドッスン駆け抜けていくと間に合わないのか。どっかで一回立ち止まれと。OK、わかりました。この辺りまで飛び出してから土管に入っていって。じゃあ、真ん中辺で。うまく止まれないよ。駆け抜けていくとダメだから、
それとも一回会えてスタート地点で待ってみるか。この辺で待ってみるか。100秒とはいえ、駆け抜けていくことはできない。どっかで一旦止まれと。これはコースの先を知ってないとなかなか難しそうですね。どっかに実はキノコが隠してあったりとかしないかなと思ったけど、グラムツさんのコースだからないだろうな。ここは多分何かが出てくるだろうから、出てくる前に一気に行っちゃおうと思ったけど、なんなのさこれ。これ難しくないと思ったらバネ出てきたよ。バネ出てくるんかーい。お、中間発見、中間発見。もうすっかり黙り込んじゃったけど、ここ入れんのかな。入れないんかーい。なんやねん。だったら大きいまま行きたかったよ、クロミチュー。頼むぜ、クロミチュー。ここは多分キラーを踏んで行くんだと思うんだけど、お、うまく土管にちょうど入れた。ラッキークッキーもんじゃ焼き。何？ブー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 。上の方からクッパとか来るんじゃないの。嫌だよ。来ないね。もう今のうちに行っちゃうよ。というわけでゴール。100秒はかからなかったけど、あ、まあ中間あるからタイムは別に大したことないのか。スタートではめられましたね。なかなか苦戦しました。でもね、一番最初のやつ、マリオ2だったかな。マリオ2の 8-4? 8-5? 一番最後のコースもああいうスタートでしたよね、確かね。懐かしい。次のコース遊んでいくやで。はい、今日のラスト。スマブラさん 8-4 最終決戦 The Final Battle。クリア率が約 6% でございます。いよいよ、スマブラさんのコースも大詰めですね。シリーズの締めくくり、どんなコースになっているんでしょうか。スマブラさんのコースはオーソドックス系のコースのいいコースを作っていらっしゃるんで、本家マリオにもありそうなコースなのがやっぱり面白いですよね。真ん中にファイヤーバブルが出てきてて、上かな、危ないと思ったけど当たっちゃった。いや、ゴリ押しでいこう。あれはもうね、今さら間に合わなかった。こっちこっち。あ、ハンマーブロスさんにいらっしゃる。カロンさんに乗っていらっしゃる。はい、一丁上がり。ここはさっきのところはリフトの動きをうまくつかめばそれほど難しくないのかな。プロペラですか、ファイヤーだと思ったら、ここは両方の土管に入って鍵を取ってこいっていうことなんでしょうけど、赤コインが4枚いるのか。なるほどね、なるほどね、なるほどね。間に合い間に合い間に合い。理解するのにちょっと時間かかっちゃった。しまったー。いや、ここはあえて一回やり過ごして。でもプロペラがないと厳しいな。プロペラがあれば時間短縮相当できるんですけど。くる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 、急いでいくる。これで鍵をゲットしたら戻る。はいはいはい、 OK、 わかりました。鍵があるっていうこと、赤コインが必要な場所はまだ先なんだね。一応こっちにも入っておきましょう。ブラックパックンさんがこんにちははしてますが、はい、これでいいのかな。とりあえず赤コインをゲットしてからの、当たっちゃったけど、これ戻るのか、戻るのか。厳しいぞ。おお、ギリギリでいこう。ギリギリで駆け抜けていくる。よーし、うまくいった。気持ちいい。ここなんか隠してあったりしない？スマブラさんだとそういうのが結構ありそうな気がするんだけど、なかったですね。はい、進んでいくるよ。あれ、あ、大丈夫。
階段を登って、階段登って、そろそろ最終決戦が近い。お、習慣。これは強化か。右側はなんだろうな。ま、叩いておこう。こっちも、コインかーい。クッパさん登場？クッパさん登場？とりあえず今のリフトが落ちちゃって、あ、なんかカノンさんが勝手にやられちゃった。あの上の土管は入れないよね、多分。コウタロウさんあたりのコースだと、あ、赤コイン、赤コイン、赤コイン、やだ、取りたかった。赤コイン、赤コインと一緒に老後を過ごしたかったんだけど、嫌われちゃった。ほい。あ、プロペラが所々で来るんですね。これは良心設計。で、次は何だろうな。青リフト。で、後ろからね、キラの砲台がついてきてるんで。あ、クッパさん一旦どっかに行っちゃった。ここで一旦お別れ。どうせまた後で出てくるんでしょ？ファイナルバトル。わかってるんだから。ほら来た、もう来たよ。勝手に落ちろよ、早く。ほら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 。あんたなんか一人で行っちゃいな。よいしょ。もうちょっともうちょっともうちょっと。いいですね、マリオ3っぽく。クッパ落としていこう。あ、これで終わり。いや、きっとやつはまだ戻ってくる。クッパリターンズとか言って、なんとか言って。しまった、赤コイン2枚か、残念。ゴール。いずれ今度赤コインもしっかり回収してリベンジしたいですね。これで 8-4 スマブラさんのコースも終わりですけれども、きっと次はあの星の位置とか EX モードで始まるんじゃないでしょうかね。楽しみにしておきましょう。 8-4 最終決戦ザファイナルバトル、スマブラさんのコースでした。ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。